見学に今日はボンバーヘッドがいらっしゃいました。お名前をどうぞ。中島かすみです。名前は普通なんですね。ボンバーヘッドとは関係ないですね。なんか困ってることとか何あたくさんあります。たくさんあるんですか。年末から腰がすごい痛くなって右がしびれるようになって、うん、で痛いです、はい、でそれを見て夫がそれを見てっていうのはその痛い様子、痛い様子を見て。そうです。夫がいるの。夫が一応いるんですよ。夫大丈夫、このボンバーヘッドで大丈夫。朝起きたらボンバーヘッドみたいな感じじゃないですか。寝る前 も寝る前もさボンバーヘッド寝れないよね。これ腰が痛いんですね、まずはね。はい、今もう、はい、痛いです。右のね、はい、あとは肘が。肘が痛いの。肘は11月の月末に高いとこから落ちた。11月に高いとこから落ちた。落ちた。頭を強打してその時に多分左にこう落ちたんで、そこからあたりから肘が上がりづらくてなんか痛いです。頭を強打して肘が痛いんですか。落ちた時が左。頭を強打してないじゃないですか。それじゃしたんです、ここ。だから今度頭してるの。お前触ると痛い感じですか。こうやって荷物を持って上がると、うん、ここら辺ぐらいまでしか上がらないって。あ、そうなんですか。はい、病院とかは行ってないんだ。病院は腰痛がもう何年もあって。あ、そうなんですか。あって座骨からの腰痛っていうのはもう何年もあるんですか。年末から今年が初めてすごいビーって来てるだけで、1年に必ず1回か2回はもう腰が痛くなっちゃって、腰痛持ちみたいな感じですね。腰痛持ちみたいな感じ。それは改善しようと思ってなんか治療を長期的にやるとかなかったんですか。針のところとかに行くんです、うん、仕事とかしてると、うん、仕事何してるんですか。ボンバーヘッドさんは夫の仕事手伝ってます。トラック関係の仕事を手伝って。じゃあ別にこう立ったりとか座ったりとかどういう感じですか。座ってることの方が多いです。あと運転してることの方が多いです。え、運転だ、トラックとかするんですか。大きいの。大きいのは免許がないんですけど11トン待って。イエーじゃあ振ってました。腰が痛かったりって気になりません。いや、もうペットボトルの殻を挟んで運ぶみたいな。結構辛いですね。はい。で、なんで今回この金子のこれにあれしたんですか。去年あたりからボンバーヘッドの夫があまり腰を痛がってるので、うん、金子先生の YouTube をすごい見るようになって、うん、であんまりこう人とか興味を持たない人なんですけど、神田さんはね、金子先生すごいよって。ありがとうございます。神田さん、ありがとうございます。神田さん、頑張ってますよ。神田さん、いつもみんな治ってるから、うん、行った方がいいって言って、うん、夫が携帯から応募して、そしたら当たったんですね。そうです。幸せになりたい人っていつもあるじゃないですか。幸せになりたい人大募集です。私幸せになれるんだと思って。いや、わかんないよ。これなんか治ったらしたいこととかありませんか。普通に歩きたい。え、歩けないの、そんなに。しびれちゃって、今、はい、本当歩きたいということですね、はい、じゃあ、早速やっていきましょう。わかりました、はい、行きます。はい。あー、ここが痛いです。鎖骨のお尻のところからね。はい、はい、わかりました。右足を上げます。はい。上がってる。上がってねえから。スタート。はい、戻ってきてください。はい。はい、はい、OK です。ここで、ここへえ。まず肘はこれだな。あー、そこです。肘はこれ、これ反対やるよ。痛くないです。同じ方やりますよね。はい、これなんですね。コーラス。これ見てる人でも座骨が同じように痛いなという人はその同じ側の腰椎の4番っていうのを探してみましょう。背中をよーく見ると L の4って書いてあるから。本当に書いてるわけねえだろ。これだ。どうした。だってちょっとあのさ、おっさんがタンツを履くみたいなやめてくれる。これさ、ほらこれ。トゥルリートゥルリーララー。はい、くれ。誰の座骨。これ反対側やるとそうでもない。痛くない。いやだー。誰の座骨。これ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 コーキンこれ。何これ、どうした、どうした。
洗面台で水が流れてるみたいな音がする。やばいだ。うるさくてごめんなさい。大丈夫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 。走って。これだな。これですこれです。これか。痛いです。旦那さん見てますか。見てる絶対見てる。奥様は幸せになる瞬間ですよ。ご覧になってください。もう本当ごめんなさいいろいろ。何だろう。どうしたの。何を。痛い思いしてるから謝っといた方がいいかなと思って。全然意味が分かんない。それでも結構イージーファイト。痛くない。ちょっと硬いと思うからプラッシュマウンテンみたいにもう痛さない。今日一痛い。はい、吐きながら前屈どうぞ。はい、どうぞインデラールすごいなこれ、ね、痛くないですね、うん、スタート。お、いいんじゃないですか。いいですか。いいです。自分で歩いてみて歩きやすいです。歩きやすい、はい、あ、どうぞ。お、上がる。なんだなんだ。上がる上がる。あ、痛くない。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 痛くないでしょ。すごい。イエーイ。そう、ストレッチをするみんなも痛くなくなるんだよ。僕のところに来るとしたら同じような治療を1ヶ月とか2ヶ月とか集中してやれば症状が安定するんですよね。なるほど。30分ぐらいだけストレッチ例えばするじゃないですか、うん、神経系のストレッチをして、であとは普段にこういう座り方立ち方歩き方してくださいってそれをやればもうならないですよね、うん、っていうようなその対処の治療と予防の治療とどっちもやって、うんうん、それを一定期間集中してやれば症状が定着して卒業ってことになるわけじゃないですか。だからまあ薬とか手術が必要だとかっていうことがなくてもね、良くなるっていう事実は良かったんです。幸せです。幸せになったでしょ。幸せになったか。どうだ、言ってやれ。カメラに向かって言ってね。幸せです。イエーイ。はい、ストレッチャー医学に金子と中島が、はい、ボンバーヘッド。はい、ありがとうございました。はい、今回もガチ検証いかがでしたでしょうか。これだけ重度の慢性痛で悩む方はたくさんいるんです。そこで金子正と一緒にこの慢性疼痛と戦う勇者を募集しています。神経系ストレッチフランチャイズ加盟者募集です。医療従事の国家資格者に限りますけども、金子と一緒に本当に患者さんを救いたいと思う方は下の概要欄からエントリーお願いします。金子が直接面談いたしますのでよろしくどうぞ。それでは